レオノールデ・ボルボン・イ・オルティスは、スペインの王族。スペイン王女、アストリアス女皇。スペイン王位継承順位では、現在第1位に位置している。アストリアス公フェリペと、その妻のアストリアス公ヒレティシアの間の長女として、マドリードのルベル国際病院で生まれた。2006年1月14日に、サルスエラ宮殿において、マドリード大司教アントニオ・マリア・ローコ・バレラス教の、主催による、 宣礼式が行われた。宣礼には、スペイン王室の伝統にのっとってヨルダン川から、汲み上げられた水が使われた。宣礼の大父母は、父方の祖父母である国王フアンカルロス一世と、王妃ソフィアの夫妻が務めた。両親であるフェリペとレティシアは、意図的にレオノールを守り、メディアなどに、彼女のことが掲載されるのを防いできたとされる。二0 1年の父の即位に伴い、 アストゥリアス女皇に除せられた。スペイン王位継承法は男子優先長子相続性ではあり、現行の方では弟が誕生すれば王位継承権は弟が優先となり、アストゥリアス女皇からインファンタの地位になる。現実的にはレオノールは将来的に不王の後を継いでスペイン女王に即位することになると見られている。不王の即位によってレオノールは ヨーロッパの王室で最も若い王位継承者となった。趣味はテロで6歳の頃からしている。他に乗馬。左利き。2021年現在、身長は163センチメートル。ウィキメ m ィアコモンズには、レオノールでボルボンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。